ミノックス B。中央左はウエストレベルファインダー。上はフラッシュソケットミノックスはラトビアで創業してドイツに移転した光学機械メーカーミノックス及び同社の製造する超小型カメラのブランド名である。日本には日本シーベルヘグナーが輸入していたが2004年代理店が駒村商会紹介に2012年に事業取得により 健康プロフェッショナルイメージングに交退している。幅9 5ト、mm、ルのマガジン入りフィルムを使用し8、1 1トル版。ミノックスシリーズわずか1 0 0、mm、トル強程度の大きさ。金属製ライターを引き伸ばしたような形状で、成人男性の手のひらに収まるほどの小型カメラである。小型化と高性能を両立させるため様々なアイデアが取り入れられ。 一般の小型カメラに劣らない鮮明な写真が撮影でき、接射も容易であるなど優れた性能を備え、スパイカメラとして世界的に知られるカメラとなった。スライドバネ型のフォーカルプレーンシャッターは、横走り金属製の露光スリットを持った先行枠を、シャッター作動中とシャッターチャージの時に写光を受け持つ、後光枠が追尾し、シャッター動作中のみ同期して開く。 シャッタースピードは、車高マックスライド形式の歯車不使用のスプリングと、シャッターアンクルによる、ガバナー制御で1、2秒から1、1000秒まで制御できる。レンズの性能は、極めて優秀であり、大倍率の引き伸ばしに応える。ただし、拡大率が大きいためぶれ、粒子、現像ラ、ホコリ等の影響は大きく、映りが悪いと誤解されていることもある。ビルトインフィルター、 焦点調節に連動するパララックス補正のファインダーも特徴である。巻き上げはボディのプッシュプル操作によるもので速射性に優れている。フィルム送り自動補正機能は変身カムを用いた画面間隔の一定急送システムである。巻き上げ軸の頂きに変形歯車が固定されていてスプリングの力で押されているが操作感が左に動き変形歯車の腕に接する。 時から軸の左回転が始まり、ラックが歯車と噛み合い回転を続け、回転を終え軸の回転角の量だけドラムがフィルムを巻き取る。当初は撮影しなくてもプッシュプルすればフィルムが無駄送りされてしまったが、ミノックス C から改善された。最初期に製造されたシリアルナンバー3000番初期のものは12の歯を有する現在のマガジンサイズより わずかに小さい菊の花びら状の巻き取り軸、急創機構を有していたが、滑りやすいため3本爪の巻き取り軸に改良し、そのまま原稿品に受け継がれている。ミノックス IE スミノックス B ミノックス BL、ミノックス EC、ミノックス TLX ミノックス CLX、クラシックカメラシリーズライカイフ、ライカファイフ、ライカ M3、ハッセルブラッドスウィック。 コンタックスアイトーンを縮小した外観のシリーズ。ミノックス35同様に、バルダの OEM 製品で、ボディは合成樹脂製。ミノックス35シリーズ 24-36mm 版。バルダの OEM 製品。ボディは合成樹脂製で軽量。レンズは振動するため小型になる。レンズのブランドは、ミノター、ミノクサー等を使用している。 ほぼ完全なコピーがソ連のキエフでキエフ 35A として製造されていた。ミノックス 35GT、ミノックス 35PL、ミノックス 35MLCD シリーズ 24-36mm 半コンパクトカメラ。CD シリーズクラシックカメラシリーズのデジタルカメラ版。ミノックス d c c ライカ M3 ミノックススパイカメラのデジタルカメラ版。ありがとうございます。